ヴィッセル神戸の古橋亨梧選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。今すごいですね、ファンサービスで。はい、たくさんの方が来てくれて丁寧にやりました。いつもそんな感じに丁寧にこう対応してるんですか？はい、いつもやっぱ皆さんのおかげで僕たちはサッカーできてると思ってるので大切にしてます。そんな謙虚な感じなわけ？、はい、一応大学の後輩、ね、地方大学だよね。はい、そうです。それで恐縮してんじゃないのね。もっと全然なんかピッチの中でのこう振る舞いとなんか全然イメージが俺ちょっと違うんだけど。そうですね、よく言われます、はい、そんなに謙虚な感じなの？はい、僕こんな感じ。ピッチでは結構こうなんかこうちょっと負けん気の強い感じに見えるんだけど、はい、そうですね、ピッチに立てば負けたくないので、うん、もうそれを出してます。で、去年ね、日本代表にも選ばれて試合にも出たと思うし、はい、こう急激にこうグッて伸びてきたイメージがあるんだけど、はい、それやっぱりこう神戸に来てイニエスタとかと一緒にやってる影響ってのは大きい？そうですね、やっぱこのクラブには素晴らしい選手が多いので、その中で毎日練習することで僕だけじゃなくて他の選手もみんなやっぱ伸びてる部分があると思うので、本当に大きいと思います。特になんかこう、あ、こういうところをこう学んだなとか、こういう声でなんかこう自信が ついたなっていうのは結構ある？そういうのイニエスタから言われてとか。まずはイニエスタからは自信を持ってやっていいって言われましたし、去年1年間通してダビド・ビジャっていう世界です、うん、素晴らしいストライカーを毎日見れたので本当にすごく刺激になって、自分の中で盗めるものは盗んだつもりなので、今年1年間出せればなと思ってます、うん、で、今シーズンの、ね、目標っていうのを改めて聞きたいんだけれども。まずは取れるタイトルは全部取りたいですし、本当にこのクラブはアジアナンバーワンというのを目指しているので、そのアジアナンバーワンというところを本当に取りたいです。髪の毛はやっぱり今年もこれでそれでいく感じ？これで、はい、いきます。ね、黒くしたりはもうしない？黒くしたり、いつからこういう感じなの？色はずっと去年ですかね。去年その前に夏に来てだんだん黒く戻って、うん、でちょっと明るくなってきてって感じ。それは何、ちょっとこう目立ちたいとかいうのあるの？そういうことではないの？そういうことではないんですけど、ここまでずっと染めてるので、もうイメージ、そういうイメージついたのかなと思って。確かにその通り、はい、その通り。まあ目立つと思いますし、うん、はい、プレーでも十分目立ってるしね。そうです。ね、なんかあの負けん気の強いプレーがね、いいよね。負けたくないんで、本当に。で、最後にちょっとフットブレインの視聴者にメッセージいただけたらなと思うんですけど、はい、いつも本当に多くのサポーターの皆さん、サポートありがとうございます。今年も1年自分なりにチームのために皆さんのためにプレーをするので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。頑張ってください。はい、ぜひとも代表で活躍してください。